エドワード・タ・エドワード・ハンキンスターは、アメリカのトランペット奏者、音楽学者。コネチカット州、ノーウィッチ出身。8歳からトランペットを吹くようになり、ドン・プラットにトランペットの手ほどきを受けた。1953年からロジェ・ボアザンにトランペットを支持する一方で、オバーリン大学で芸術学を専攻し、1957年に卒業している。 1958年にはノースウェスタン大学に行き、翌年までアドルフ・ハーセスの訓導を受けた。1959年から1964年までバーゼル大学で音楽学を学ぶ。1968年から1970年までドイツのラインラント音楽学校。1972年から2001年までバーゼルスコラ・カントルム。 1973年から1974年までフライブルク音楽大学。1974年から2001年までバーゼル大学。1979年から1989年までカールスルーエ音楽大学の各学校でトランペットを講じた。2001年から2009年までカールスルーエ音楽大学に戻ってトランペットを教え、2004年には 同大学から表彰されている。なお、1985年から2004年までトランペットの街として知られるバート絶近現にあるトランペット博物館の館長を務めた。ありがとうございます。